な新しいちょっとフレーズをちょっとこうやっていこうかなと思ってます。で、おそらく5しかできないと思います。で、その5の中でもその手順がちょっといろいろあるものですから、まず、やってみます。で、5のフレーズ、4分の4拍子で、16分の16と考えてください。で、まず最初に、4分割でちょっと、一番大事なのがカウントを取ることなんです。要はちょっとまずやってみます。5分割の場合には、1、2、3、4、2、3、4、3、2、3、4になります。ちょっと聞いてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10になります。で、これも、じっくりゆっくり練習すればできるようになると思います。で、これはここまでにして、で、次手順をちょっと今右左右左ってやってましたが、右左の手順で、ちょっと叩いてみます。よいしょ。ここまでで、もっとゆっくりやってから始めてもいいと思います。で、これだけじゃ全然ちょっと話にならないので、手をちょっと入れてみます。というふうにカウント取りながらやってください。で、この辺がポリリズムできるかできないかの分かれ道に なるというか、できることはできるんです。自分でこうフレーズを作って、それを覚えてしまう方法もあるんですが、アドリブを聞かせるためには、まずやっぱり数を数えて進めなければ、自由にはできないです。決まったものしかできなくなります、だから僕はどちらかというと数える方を進めます。で、まず一回、スティックを使ってちょっと何か今の技と、3の技があるんですね。で、3の技をやった動画があるので、概要欄の下に URL 貼っておきます。ではちょっとソロをやってみます。